はい、どうも、クリアでーす。前回は卑劣な手を使い、100点満点を強引に取りましたけど、今回も、できる限り100点、これ頑張って取ってみようかな、この、下手くそでも、やり直し、直前でやり直せば、つむじくんってどんな味？ 100 点満点が取れる。これ、なんか味しなさそうですね。無色透明な感じがしますね。よいしょ。で、これさ、こう、加えて吐き出すと、こう、右側に飛んでいくっていう、こう、さすがつむじくん。あ。よいしょ。つむじくんはいいんだけど、うえぇ。どっかになんか、多分、隠しがあって、スイッチを押せる的な。よいしょ。あったあったあった。まあ、いてーま、特にコインが手に入るワンアップチャンスっていうぐらいでしたかね。赤コイン、よいしょ。これは何かな。花だー。ふよふよ動くやつが花だと思ってたんだけど、別に全てがそうっていうわけじゃないわけですね。お、ワンアップさんだ。よいしょ。回収しときましょうかね。つむじさんが。うわー。あと一個欲しかったけど、まあ、いいや。赤コインじゃないよね。こう、よーく見ると、このコインの色が若干赤塗りの高級車っぽいコインが、赤コインなんですけど、あ、これこれ、一番右の。これ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 。うわー、難しいところやんな、これ。頑張ってみる？いっ、おい花。でもまあ、ここは、危ねえ。つむじさんがいっぱい飛んでるから、卵を補充しやすくて、いいけど、避けるのも大変だな。オッケー！いい感じ？コイン3枚、花2枚。洞窟入っちゃったらもうつむじさんでもなんでもないよな。1個取れなかったのが効いてる。知ってますよね？こういう壁や卵をぶつけると崩れること。崩れまーす。イエイ！ってことは、無限に出ますと。こんなかなんかない。入れない。よいしょ。真横は無理だな。縦方向だったらヒップドロップとかこう、いろいろ。上下方向はね、こうやって頭で突っつきでデーンってできるけど、横方向はもう卵でやるしかないよな。ちょっとさっきみたいに卵が足りないことになるとちょっと辛いから、あ、いいこと考えて、ちょっと待って。ここのうちに、ほいほい、あ、間違えた。あーい、ワンバンにしちゃった。これ難しいな、2回。あ、しまった。お！いったー！成功！この30にしとこうと思って、こう、2バウンドさせればいけると思ったけど、いきましたね。よいしょ。ここで卵補充できるじゃないですか。これは怪しい。どうしよう。いや、でもなんもないかな。ちょっと、おお、なんかあったけど、ちょ、バウンドさせた意味は何っていう。バウンド頑張ったけど、なくなっちゃった。おお。このつむじさんの代わりにコウモリさんがバサバサがちょっと邪魔してくるな。勘弁勘弁。ちょちょちょ、よいしょ。うおっ。
回転して横方向に行くわけですね。ん ?1 個、外れってこと。花ー、花ゲットー。こう、アクション的なところは、やり直しでうまくいくけど、謎解き的な、隠されてますよ系はちょっと、見落とすと、わかんねえよな。よいしょ。一度食っちまうと、お、スターだー。敵なんて関係ねえ。上になんかあるの。この岩を、ああ、ちょっと待って待って、やり直し、ああちょっと待って、ちょっともう一回、もう一回ワンチャン、あと一回、あと一回、よしよし、あと一回、もう一回、あと一回、もう一回お願いします。いいよ。ああ、なんかこう右にずらされんな。ちょっと待ってよ。ああこれ、よっ、ああ、っていうか、頑張っても、鍵がないと意味ねえじゃねえか。鍵を取って、もう一度来なさいと。これは?スイカ。緑のスイカを口に含んで Y ボタンを押すと、種を吐き散らします。とても気持ちいいのです。気持ちいいことをしなさいということか、ここは。いや、ちょっとスイカチャンスは置いといて、鍵が欲しいな。これは、穴を掘れっていう。斜めに打ち込んで、お、花ゲット。これ普通のコインね。でも普通のコインも取っておくと、あ、っていうか、一回ゲーム、この、終わっちゃったから、よいしょ。プレイヤー数が減ってるー。初期値に戻ってるー。まあそういうこともありますよ。よいしょ。この、ひとかけらが邪魔。卵は満タンにしとくか。しかし鍵はどこにあるんだろう。あ、やべ。うわぁ、無駄な避難しちゃったー。でもまあ、この、無限、洞窟かつ無限的だったら、あ、これ戻ってこれるな、これ。つまり、これで、でいっか。よいしょ。プチプチプチさん。あ、プチプチできなかった。これは何がある？うい。ここら辺ヒップドロップしたらいいのかな。何かある？全部壊してみても、あ、倒しとくか。もしや何もない。どっかにスイッチがあるもんかと。あ、右にある感じ。これモグラに変身すると少しの間壁の中を掘り進めることができる。もっともっと掘りたくなる。あー、あんなところに鍵が。なるほど。じゃああれを頑張ってきなさいということか。頑張ってきますか。右に出るか上に出るか。上行きまーす。お、星になった。そしてせっかく鍵取ったし、あー、右は外れですね。完全に外れですね。よし、じゃあ鍵取ったんでボーナスゲーム遊びに行っていきましょう。こっち行って上に戻れる。さっき何回も失敗した。ここを冷静に。よいしょ。失敗したことが生きてる。ちゃんと生きてる。あ、風船投げバトル来た。ブブー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 ブブ
膨らます。もっと膨らませればよかったな。あいつもしてきた。あ、まずいかこれ。あー、しくったもうちょっとね、見極めが足りなかったですね。敵にやられちゃったよ。てか普通に敵がしてくんだよな、そのやり方を。あ、これ卵満タン今。満タンじゃないよね。なんで復活しなかったんだろう。で、あ、全然赤コイン足りてない。モグラモーフィングはもういいとして。お、まだある。あのワープはなんだ不安なところにあるんだが。このワンワン岩をどうにかするわけ？プチプチする？プチプチー！イェッヒー！おー、カチカチさんも。死ぬよな、こっち落ちたら。転がった、倒せはしないけど、転がったやつは、攻撃に使えるんだ。ああ、そうか。ワンワン岩で、このカチカチさんたちをどんどん倒せという感じか。よし。倒しながら行こう。あそこワンアップあるけど、赤コインはないからもういいよね。それに、あの、泥棒のやつもさ、別に。うわ！終わりなのに、赤コイン10個も取れてない。なんか行ってないところがもろくそあるけど、もう今いいかこればっかりは、ちょっと。あー、全然なんか謎を解けてない感じだな。89点。また、いずれ攻略見ながら、これ攻略見て謎を教えてもらいながらいかんとちょっとわかんねえや。死ななかったけど、全然点数低いっていうね。テレサ、ボステレサはちょっと辛いぞ。びっくりテレサの砦。